こんにちは、かずよしです。水曜日ということで、はじめの一歩最新1429話の解説やっていきます。今回はなかなか衝撃の事実が描かれましたね。あいつのあの設定が深掘りされることになるとはね。前回のラスト、クミさんが一歩を海に誘ったところで終わってましたね。そんなクミさん、なんとも水着も用意するようです。なんてノリがいい。水着で一歩を海水浴に誘うクミさん、この積極さね。一歩にはクミさんという女は刺激が強すぎるのかもしれない。お供するとか言い出す太平と金太郎、すな二人きりで行かせてくれ。クミさんの水着姿を妄想する一歩、この絵吸引力が半端ねえや。クミさんダイナマイトバディすぎるんだよな。このルックスでこのバディは反則すぎでしょ。こんな姿を間近で拝めるなんて、一歩にはとんでもない災いが降り注がない限り割に合わないです。ただすげえ気になったのは、一歩のこのセリフ、マシバさんが世界チャンピオンになったらやること多いな、何々になったら楽しいことが待ってるは完全にフラグなんですよね。さすがにマシバが勝つ流れだと思ってますが、今回のこの海デート予告からのこの発言はちょっと怖いですね。そして世界戦を控えるマシバの様子が描かれてました。マシバは練習態度も変わったようですね。以前はただ鍛えて強い自分をぶつけるのみだったようですが、今は常に相手を考えている、たくさんの人間のことを考えていると。口には出さないものの、自分をここまで押し上げてくれた人たちのことを考えている。期待を寄せてくれる人たちを背負えるようになってるってことですね。本当にマシバは人間的に成長してますよね。この漫画、ボクシングを通しての成長も見どころの一つですが、一番成長してると言っても過言ではないのがマシバです。そんなマシバが世界チャンピオンになったらどんな姿になってくれるのか、ここはすごく注目しています。そして今回面白かったのが、まさかのここに来てマシバの過去が描かれていきましたね。まずこの練習から急いで帰宅するマシバの姿、これはクミを心配してる表れですよね。電気がついていないことにもこの焦りようです。クミは夜勤でいないだけだったみたいですが、マシバは改めてこのように決意してましたね。あいつが帰ってくる場所はここだ、俺はそれを作れたんだ、そして安心させて出て行かせなくちゃな。いや、ここだけ見ると本当に最高のお兄ちゃんなんですよね。しかし今のマシバは本心からクミを安心させて出て行かせてあげたいと思ってることがわかります。一歩にはチョロのうちと騙す気満々でしたが、一歩が来た時に語っていたこの言葉は本当なのでしょう。そしてクミを安心させられる時は、マシバが世界チャンピオンになった時、やはりマシバが世界チャンピオンになってからどうなっていくのかは非常に楽しみですね。そんなマシバが思い出していたのは過去の自分自身。ここでとんでもない事実が明らかになりましたね。いや、この姿、とんでもない化け物が描かれてましたが、これはマシバ本人です。保護観察中にもかかわらず、数人をボコボコにして警察に捕まっていました。しかも驚くべき事実が、マシバが好きで暴れていたわけではないということです。自分の姿だったのかと、この姿この行動に身に覚えがない模様。親との会話の中でも、中にいるあいつが出てきてわけが分からなくなっちまうんだと語っていました。そしてマシバがクミに対して過保護になってる理由も分かった気がしますね。捕まったことで私たちに何かあったらどうする気だ、そうなったらお前しかいないんだぞ、クミはどうなると親に言われ、妹に肩身の狭い思いをさせるな、考えて行動するんだ、兄としてとも言われました。そして親が事故で死んでしまい、本当にお前しかいない状況になってしまう。この親の言葉があったからこそ、マシバはここまでクミに過保護になっているのでしょう。過保護というより、このような背景を見ると、責任を持ってクミの面倒を見てると言った方がいいかもしれませんね。そして喧嘩を売られたマシバは、やはりこの化け物が暴走してしまう。マシバの過去の中でこんな事実が明かされていきました。いや、ここに来てマシバのこんな深掘りが行われるとは思わなかったですね。マシバの残虐性は、マシバ自身というより、このうちに飼っていた化け物、こいつが暴走していた結果ということになりそうです。これは沢村戦などで見せていたような反則上等モードのマシバだと思われますが、直近のガルシア戦ではこの状態を抑え込んで見事勝利を掴んでいました。しかしこのタイミングでマシバの過去が描かれ、うちに化け物がいたという事実が明らかになったということは、やはりこのうちに潜む化け物こそ、次の世界戦でマシバが勝利を掴む鍵となるのではないでしょうか。言ったら、ガルシア戦は理性を強く保ちすぎていたと思ってます。マシバのあの残虐モードは反則行為に及んでしまうからアウトですが、実際強さは跳ね上がります。なので理性を保ちすぎるのもマシバにとってベストな状態とは言えない。この暴力的で残虐な状態を引き出しながらも反則行為に及ばないようコントロールする、そんな状態がマシバにとってベストです。しかも今回でこの状態が別人格のように描かれているということは、この人格をコントロールできる可能性は高いと思います。ゴンザレスのモードミキストリのように、マシバがこの残虐性の高い状態をコントロールする、そんな展開がロザリオ戦では見られるんじゃないかと期待しています。マシバの過去は次回以降さらに深掘りされていくと思われるので、非常に楽しみなところです。今回もご視聴いただきありがとうございました。サブチャンネルもやってまして、サブチャンではアニメの解説動画上げてます。今呪術廻戦の解説やってるので、アニメ撮ってる方はぜひこちらもご視聴ください。チャンネル概要欄に載せてます。